日常演技の食うたにようこそ。さて本日の演技はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらココ一番屋のチキンカレー三昧カレーにフライパリパリチキンとスクランブルエッグを乗せたものを食べたいと思います。なんでチキンなのかと言いますと、だって今日はクリスマスイブですからね。去年はセブンイレブンのサラダチキンをいろいろ食べたんですけど、今年はココ一番屋のチキンカレーでお祝いしたいと思います。ココ一番屋のカレーってファミリーマートとコラボした商品は今まで何度か食べたことあるんですけど、直接食べるのは初めてですね。で今回出前館で注文してここに置いてあります。いやー、出前館いつの間にか対応してたんですよね。自分の地域でもちょっと前まではもともと出前やってるドミノピザぐらいしかなかったのに、いつの間にかココ一番屋含めいろんなところが追加されてました。このご時世だからなのかなと。また食べていきたいなという論理は話はさておくとして、早速話はさておくとして、じゃあ早速チャンネル登録よろしくお願いします。早速食べていきたいと思います。まずはフライドチキンとちょっとかけてますね。ご飯は鶏肉が多いかなと思って少々少なめにしてあります。ではうーん、刺激のあるクリスマスっていうのもいいですね。それにいろんなお肉が入っていろんな味が楽しめるから最後まで飽きることなく食べられるし、ごめん、ほんと出前館がいつの間にか使えるようになってて、これほど嬉しく思ったことはないですね。出前館の話は何で出てきたのかって、それはですよ、もちろん、ルーの辛さは通常版で上にも下にもいかせないんですが、結構下にビリビリきますね。このレベルでこの辛さだったらもっと高いのはどんなんなんだろう。食べてみたい気もするような、そうでもないような。でお肉についてなんですが、まずチキンカツは衣がサクサクしていてカリッとした食感もあって美味しかったです。お肉が分厚いので噛み応えがあるのも良かったです。パリパリチキンはその通りパリパリで、またチキンカツとはまた違った美味しさがありましたね。そしてスクランブルエッグは辛いカレーをちょっとまろやかにしてくれるような卵の優しさが感じられました。さらにフライドチキンもしっかりとした噛み応えのあるもので、衣がチキンカツとはまた違うので、それとはまた違った変化があって良かったです。カレーと一口にしてもトッピング次第で本当いろいろ変わりますね。初めてココ1枚を食べたのですが、また食べたいと思いました。というわけでこちらのチキンカレーは5点とさせていただきますが、舌がビリビリくるビリビリくる、ちょっとお口直ししたいので、こちらファミリーマートの紅茶のクリームサンド食べていただきます。これミルクティーなんですよね。ちょっと舌がビリビリくる。ではクッキー部分は確かにサクサクなんですけど、ミルクティーは味は確かにあるにはあるんですけど、ちょっと弱いかなと思いましたね。もうちょっとミルクティーが前に来てくれた方が良かったかもしれません。というわけでこちらのクリームサンドの方は3点とさせていただきます。ちょっと舌がしびれてきましたので、本日ご視聴ありがとうございました。もう本日はこれなしでいきますコメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、日常演舞の食うたにようこそ。